同息を持つ巡礼者たちに説教をするハンスベーム。建物の窓から巡礼者たちに説教をするハンスベーム。背後には協力者の修道士がいる家系に処されたハンスベーム。共に逮捕された信徒の農民も斬首された。ハンスベームは15世紀のドイツの説教者。当時は神聖ローマ帝国領だったフランケン地方の小村、ニクラウスハウゼンへの巡礼者に、 教会批判の説教を行って、4万人を超える民衆が彼の周りに集まったが半年で逮捕され、ビルツブルグで家計に処された。当時の資料では、ニクラウスハウゼンの太鼓叩きと記され、後世では、ニクラウスハウゼンの笛吹きと呼ばれている。ビルツブルグとニクラウスハウゼンの中間にある小村、ヘムシタットで生まれ育ち、自分の農地がなかったから、村で雇われる羊飼いとなり、 住居は村からあてがわれた村一番みすぼらしい掘立小屋で暮らした。地位は底辺だったが、土地や共同体の義務にも縛られなかったので周辺の町や村を渡り歩き祝祭や行事で太鼓と笛を演奏する学士を兼業して、生計を立てていた。1476年に聖母マリアと話したことを吹聴調したいこと笛を焼き捨て、説教を開始した。 彼は無学だったが、学士の職業柄、民衆の感情を察知し彼らの気分や好みに取り入ることが得意でその評判を聞いた、中部ドイツから民衆が大きなろうそくを持って巡礼に訪れ多くの神父を得た。当時は大都市でも人口は1万人で小村に数万人が集まったことは前代未聞の出来事だった。その説教は世俗領主と教会を批判していたから諸行はまず、 領民へ巡礼を禁止し、教会は騎士を派遣して、彼を逮捕、ビュルツブルグへ連行した。そのことに気がついた巡礼者たちは退去して押し寄せたが、当局は、毅然とした態度で解放を拒否し、群衆を解散させた。異端審問で有罪とされ、共に逮捕された信徒の農民が斬首された後、家計に処され、マリアの歌を歌いながら、窒息死した。遺体は川に散布されたという。 彼には修道士の協力者が信仰に対する教唆や助言を与えていたと考えられている。この人物の正体はよくわかっていない。ありがとうございます。